はじめまして。私の名前はリリアナ・バーナード・アルガ。どうぞリリアナとお呼びくださいな。私のお役目はこれからあなたをご案内すること。どうぞよろしくお願いします。それではまず、あなたのお名前を私に教えてくださいますか？血液型を教えてくださいな。 A 型ですね。今度は生まれ星座を教えていただけますか？天秤座ね。占いを信じています？どうか素敵なことが起こりますように。初恋をどの時代に経験したいと思いますか？高校生時代、初恋を感じる相手の方はどんな方ですか？恋の相手はお茶の水池高校に通っている片桐智美さんです。智美です。どうぞよろしく。智美さんは下級生なんですね。恋相手が決まりました。今まで教えてくださったことを私ちゃんと覚えていますよ。私リリアナのマスターであるあなたのお名前は、血液型は A 型で、生まれ星座は天秤座。高校生時代、同じ学校に通っている下級生片桐智美さんが初恋相手なんですよね。明日からの1ヶ月間が差し上げられるお時間ですよ。それではこれから初恋物語が始まります。今夜はダメです。ゆっくりとお休みになって、明日から頑張ってくださいね。今夜はスケジュールを組むことができませんからね。宝物なんですよね。
休みになりませんか？今夜はスケジュールを組むことができ、ともみさんはどう思っているのかしら。あ、いけな、私ったらうっかりしていました。今日はまだ教えてあげられません。ごめんなさい。まだおやおやすみなさい。これからどうなさいますか？頑張ってくださいね。あちらからともみさんがやってきました。お勉強頑張ってくださいね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 。読書をお楽しみくださいな。ちゃんと相手の目を見つめてお話をしないとダメですよ。はい。え、そうですか？はい、さよなら。そろそろ帰ろうぜ。これからどうなさいますか？お買い物をする時間ですよ。いらっしゃいませ。あら、お客さん、このコスモス店にいらっしゃるの初めてでしょう。このお店は夜24時まで営業してるんですよ。それに昼と夜とでは売ってる品物が違うんです。いつでも遊びに来るつもりで気軽においでくださいね。またこのコスモス邸をご利用くださいね。コスモス邸って素敵なお店ですよね。どうぞ。ともみさんに電話をかけるんですよね。
これからの1時間はお勉強する時間です。お勉強する時間ですよ。お勉強する時間ですよ。さあ、勇気を出して電話をかけてみてくださいね。残念でしたね。せっかく電話をかけたのに。ご苦労様です。今日できることは全て終わりましたよ。明日はいいお天気になるといいですね。おやすみなさい。どうなさるおつもりですか、これから。こちらからともみさんがやってきました。もう私をご覧になる時とは随分違う眼差しをなさるんですね。素敵な眼差しですよ。思いを込めて優しく見つめてくださいね。もう私をご覧になる時とは随分違う眼差しをなさるんですね。睨んだりしてはダメですよ。どれをプレゼントなさいますか？ありがとう。どうなさるおつもりですか、これから。18時になりました。19時になりました。20時になりました。21時になりました。22時になりました。23時になりました。どうして努力をなさろうとはしないんですか？もっと積極的に自己鍛錬をなさらないと。初恋は実りませんよ。恋は愛よりもわがままになりますから、お気をつけくださいな。それが恋のいいところでもあるんですけれど。おやすみなさい。
これからどうなさいますか？ともみさんがやってきました。しっかりとお勉強なさってくださいね。しっかりとお勉強なさってくださいね。しっかりとお勉強なさってくださいね。お勉強頑張ってくださいね。お勉強頑張ってくださいね。相談する相手を決めてくださいな。それでは親友の園田さんに相談してみましょう。俺には頑張れとしか言えないけど、いつだって俺はお前の味方だよ。お先に失礼します。そろそろ帰ろうぜ。どうするおつもりですか、これから。これからの1時間は運動する時間です。これからの1時間は運動する時間です。さあどうぞ、これからの1時間は思いっきり遊んでくださいね。これからの1時間はお買い物をする時間です。いらっしゃいませ。こんばんは。このコスモステをご利用くださいね。コスモステって素敵なお店ですよね。これからの1時間はアルバイトをする時間です。お小遣いが6000円増えました。これからの1時間はアルバイトをする時間です。素敵でした。あの、とってもお小遣いが1万円増えました。ご苦労様です。今日できることは全て終わりましたよ。今夜はぐっすりとお休みになってくださいね。おやすみなさい。
どうなさるおつもりですか、これから。お勉強頑張ってくださいね。お勉強頑張ってくださいね。しっかりとお勉強なさってくださいね。しっかりとお勉強なさってくださいね。しっかりとお勉強なさってくださいね。素敵な眼差しですよ。おつもりですか、これから。する時間ですよ。お小遣いが6000円増えました。アルバイトをする時間ですよ。今度はきっと見つかりますよ。これからの1時間はアルバイトをする時間です。お小遣いが6000円増えました。これからの1時間はアルバイトをする時間です。お小遣いが6000円増えました。アルバイトをする時間ですよ。今度はきっと見つかりますよ。これからの1時間はお買い物をする時間です。
ございます。お持ちのお金では どうかまたこのコスモス邸をご利用くださいね。お買い物は楽しかったですか？ご苦労様です。今日できることは全て終わりましたよ。1ヶ月なんてあっという間に経ってしまいますもの。お引越し前日の夜までしっかり頑張ってくださいね。おやすみなさい。これからどうなさいますか？